皆様おはようございます。世界を旅するドラマー&パーカッショニストのカズです。日々ライブをしたりレコーディングをしたりレッスンをしたり、オンラインサロンリズムの学校の運営をしたりしています。今日もよろしくお願いします。ですね、今日はですね、実は今大阪におりまして、非常にのどかな公園にいるんですけども、公園でね、今聞こえました、カラスの鳴き声、のどかすぎるだろうっていう話で、今日はですね、ちょっとこんなのどかな公園からお届けしたいと思います。なぜ大阪に来ているかというとですね、今日から坂上太一トリオのワンマンツアーが、3日間ね、続くということで、今日はね、東梅田のアジテイトというところで、ライブなんですけれども、その後ですね、三重、名古屋というふうに続いていく、その初日ということで、今こんな感じで、大阪にいますということです。はい。でですね、今日は何の話しようかなと思って、おもむろにですね、この録音ボタンをねポチッと押してみたんですけど、やっぱりですね、ちょっとやっぱラジオにも落とし込んでおきたいなということで、お話ししておきたいんですけれども、昨日の夜ですね、これ日にちが、ね、ずれて聞いている方もいらっしゃると思うので、今日、2月14日なんですけど、昨日の夜ですね、結構大きな地震がありましたよね。あったんです。で、それを受けてですね、僕がちょっと思ったことがいくつかあって、実はね、ツイッターに投稿とか、ノートとか、オンラインサロンの記事の方にはですね、ちょっと投稿させていただいたんですけど、やっぱちょっとラジオでも、言語化しておきたいなということで、お話ししようと思います。ですね、昨日ね、地震があった時なんですけど、結構ね、わーってなったんですけど、その後ね、何も思えなかったんですよね。震源地とかもちろん調べましたし、何ですか、大丈夫かなとかっていうのは、思うは思ったんですけど、その後ね、誰かのこう、ことをね、考えて安否を確認するとかですね、そういうことは一切できなかったんです。なんでかっていうと、昨日結構僕ハードな一日でして、朝からですね、移動を重ね、そして、ライブをして、ライブも結構ね、ずっと叩いている、激しく叩いているというライブだったんで、結構ハードめで、でその後ちょっとだけ打ち上げがあって、でその後、帰ってきて、そのままですね、ラジオの収録と、オンラインサロンの動画、サロン限定の動画をですね撮って、結構ハードな状態でのその地震だったんです。なんでですね、もう気力が残ってなくて、何かをこう思考するという気力が残ってなくてですね、ぶっちゃけ寝てしまったんですね。もうそのまんま、はぁ、つって寝てしまったわけです。でですね、それで今日今朝目覚めて、で、ツイッターをですね、おもむろに開いたらですね、もう地震のこと一色なんですよ、タイムラインが。で、僕は僕で、なんか昨日のね、ただこんなライブしてきましたじゃないけど、そういう記事を上げているので止まっていて、地震のことについては何も触れてないっていう状態で、そんな感じだったんですね。でその時にちょっとうわって、なんかこう心地悪くなったんですよね。ちょっと嫌な気持ちが出てきて、そのね、タイムラインにはどういうことが載ってたかっていうと、地震の被害状況とか、実際その、震源地に近いところに住んでいる方の、情報だったりとか、安否確認だったりとか、あと、被害に遭われていない人が、大丈夫ですかとか、気をつけてくださいとか、その対処法とかですね、いろいろ、
リンクとかですね、その対処の仕方のリンクとか、そういうものをひたすらシェアしているという状況だったんです。で、ね、それ自体は全然悪いことじゃないんですけど、僕はちょっとそれで埋め尽くされていた時に、うわってなんか嫌だなって思っちゃったんです。でそれがその時まず理由が分からなくて、とりあえずなんかこのマイナスな情報、を見たくないって思っちゃったんですよね。で見たくないって思っちゃって一旦閉じました。で一旦閉じて、あーっていうちょっとね、深呼吸して、みたいな感じで、新たにねちょっと考えてみたんですけど、まあもしかしたらね、ツイッターとかそういうのね、 SNS やられてる方なら経験あるかもしれないですけど、結構情報って目に入ると、その情報によって結構なんつうのかな、その時の自分の心が左右されてしまうと、マイナスなニュース見るとマイナスな気持ちになっちゃったりとか、そういうことって結構ね、もしかしたら経験されている方も多いかもしれないですけど、まあ、そういう時ってやっぱ閉じますよね、一回ね。見ることをやめるっていうのがまあ一番いいと思うんですけど、でそれをしたんです。ただちょっと僕はまあなんかこう気がかりで、なんでこういう気持ちになっちゃったのかなとか、もしかしたらこの心がねざわついた原因でなんかこう結構重要なことなんじゃないかなとかって今日は思えたんですよ。なんで目を背けたい部分もあったんですけど、もう一回ちょっとなんだろうな、自分自身の気持ちと向き合ってみようということで、その辺のことをね、ツイッターとかノートに書かせていただいたんですけど、まあどういうことかっていうとですね、まずなんで嫌な気持ちになったかっていうことなんですよね。で、おそらくなんですけど、自分に対するなんかこう自己嫌悪感というか罪悪感みたいなのが多分一番に来たのかなって思っていて、ね、みんながこういろんな人を心配し合っている中で、僕は一人で寝ていたみたいな。で寝ていて、なんなら自分のことをね書いてることしかあげてないみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃったんですね。で、ただそれはそれで僕が必要だと思ってやってることだから、そこに対してあ嫌だなという気持ちはないにしろ、やっぱり、多分そういう気持ちがですね、こう心の奥底から出てきたんだなと思ったんです。で、それでですね、ただその時に、ね、同じ気持ちなんかこう、でも自分がちゃんと思えてもいないのに、なんかそれを真似して投稿したりとか、大した知識もないのになんかこう乗っけてしまったりとかするのはちょっと違うなと思って、やっぱりそれもちょっと距離を置いて考えてみたんですけど、距離を置いて考えてみた時にですね、まずそのなんか原因もそうなんですけど、まずね、その結局それを人のせいにしてしまいそうになったんですよ。要は、自分が嫌な気持ちになったのをみんなの投稿しているそのこと自体のせいにしようとしてたんですよね。なんで、こんな投稿をみんなするんだろうみたいな、そういう気持ちになってしまったんです。で、それはね本当になんかなんつかね、心の闇がこうね、闇に食われそうになってるなみたいな自分的には思ったんですけど、でもね、パッて一旦ちょっと距離を置いて考えてみた時に、実はそのタイムラインって悪意全くないんですよ。むしろ善意なんですよね。みんなのこう人を思いやる気持ちがそれをさせているだけであって、全く一人一人に悪意はないし、結局それをね、あちょっと嫌だなって思ってるのって僕だけなんですよね。他にもいらっしゃるかもしれないですけど、僕から見たら僕しかいないんですよ。で、それを考えた時に、ようやくちょっと時間が経ってから、ようやくあ
この書いてる人たちがもうみんな無事でよかったなっていうふうに思えるようになったんです。はいね、その一瞬ではあれですよ、もうなんでこんなこと書くんだろうみたいな不満が出てきていたんですけど、いや違うなって思えたんですよね。これって結構大きな発見だなと思って、自分の解釈次第で見え方ってマジで変わるなと思って、解釈の仕方、翻訳の仕方ですよね。だから見たものをそのまんま、ね、パッと思うように受け入れるっていうのはちょっと危険だなとも思いましたし、考え方次第で本当にいろいろ広がるんだなっていう、まあそういうことをですね、ちょっと今日ここにね、このラジオに残しておきたくて今この話をさせていただいておるわけです。ね、もう本当に簡単ですよね。なんかそう思うとね、人の気持ちってなんかこんなにも簡単に変わるんだなっていう、結構でもテクニックだったりするんだなとも思いました。だから僕だったらね、今日とりあえず放っておかなかったっていう、この気持ちのざわつきをですね、放っておいたままにしておいたら、多分なんかこうこのままですね、今日のライブにまで影響するようなことだったと思うんですよ。今日のライブだけじゃないですね、その先の活動にも影響するようなことだったと思うんです。でも、ここでねお話ししたりとか、自分の中に落とし込むことによって、すごく意味が生まれたし、ね、改めて皆さんの無事を、祈ることにもつながったなと思って、なんかね、まあ、これ本当に今日はなんか僕のエゴですけど、このラジオに関しては、僕のエゴをこうやって収録しているわけですけども、なんかこのねラジオを聞いて、あ、まあそういう考え方もあるんだなとか、ちょっとでもね気づきをね与えれてたら、偉そうな言い方ですけど与えれてたらいいと思いますし、なんかね僕と同じような思い気持ちになった人が救われたりしてたらいいなとも思いつつ、あ、でも、もう完全にもう自分を救うために今ラジオをしているという感じですね、ラジオで喋ってるっていう感じです。なので、本当に最近思うことなんですけど、やっぱり自分の気持ちに正直にいた方がいいなって思って、ね、だから、あ、嫌な気持ちになったなは一回受け入れていいと思うんですよ。嫌な気持ちになった自分ダメだなって思ったらそれこそダメだなと思うんで、嫌な気持ちになったのを受け入れて、でもその理由を探していくことによって次の扉が開くみたいな、うん、で、まあそれがもしできなくても、できなかったということを認めて、まあでもいいじゃんって言えた方がいいと思うんですよ。なんでその時の考え方、思考、なんか哲学的な話になっちゃいますけど、めちゃくちゃ大事だなと思った今日の、昨日の夜からですね、今日の、まあ、今お昼ぐらいですか、お昼ぐらいまでにかけてですね思ったことだったので、こんな感じでシェアさせていただきました。ちょっとまとまりのない部分もあったかもしれないですけれども、なんとなく、ああ、こんなカズさんこんなこと考えてんだなと思ってもらえたら、嬉しいです。ね、オンラインサロンのねリズムの学校の方では、なんかこういう部分も含めて、なんかリズムという単語で集まっているっていうのはあるんですけど、なんかこういう部分も含めてね、いろんなところで共有し合えたら、気持ちを共有し合えたりしたらいいななんて思いながら、もう少しね深いところまでついていきたいとも思ってますし、実際、リズム感向上に役立つような、しかもですね、別にミュージシャン限定ではなくて、一般の方もこんなことしたら、こんな風に感じたら面白いよとか、リズムにはこんなことが隠れてんだよみたいなねこととか、こんな遊び方ができるよとか、そんなことをですね今後たくさんシェアしていこうと思いますので、気になる方はぜひオンラインサロンの、概要欄にリンク貼ってありますので、よかったら覗いていただけたらなと思います。そして、僕のもう挑戦が詰まってます。もうオンラインサロン自体が挑戦なんですけど、ミュージシャンとしての挑戦なんですけど、挑戦がね
詰まっていますので、僕のことを応援してくださる方ぜひ入ってほしいなと思っておりますというところです。なんかのどかな公園で話してたらまた長くなってしまいましたけど、もう絶対ね10分程度と思ってるんですけど、15分ぐらいになってしまった感じでございます。それでは、今日はこの辺でお別れしたいと思います。坂上太一トリオツアー行ってまいりますというところで、またお会いしましょう。それではまた、じゃあねー。